2022年7月15日抽選の当選番号を予言したいと思います。本日は7月13日水曜日、現在20時51分となっております。はい、こちら iPad の、ね、日付なんですけれども、これで信じてもらうしかないんですが、 YouTuber どうなってるかと言いますと、はい、YouTube の急上昇。13日は、NiziU のサードシングルのミュージックビデオが一番上に来てますね。で、2位もミュージックビデオで、3位はドライブデートとなっております。これがもう何よりの証拠になりますね。7月13日、水曜日です。はい。で、現在宝くじ、ロトセブンは25億2500万円のキャリーオーバーになっております。こちらの番号を当てていきたいと思います。はい。私が独自に編み出した、イダ消水風術という予知能力を使いまして、こちらの番号を当てていきたいと思います。すでにもう未来は見えております。まず3、これは排除されます。まず排除の数字というのがあります。排除の数字をご紹介します。3番です。5番です。36番です。以上が排除の数字となります。そして当選番号を予言いたします。いきます。まずは8番です。11番です。13番です。18番です。24番です。30番です。31番です。はい。以上の7つの数字が2022年7月15日金曜日のロトセブンの抽選によって当選する番号でございます。それを予言しました。ロトセブンにはボーナス数字が2つあるのですが、もう今の7つで1等が当選するので、ボーナス数字の予言はいたしません。今の7つで当選でございます。私を信じて買ってくださった方、おめでとうございます。私が購入してしまうと未来が変わってしまうので、私は購入しておりません。ありがとうございました。この未来を予知した方法は、イダ消水風術という私独自の予知方法です。詳しく知りたい方は概要欄のリンクをご覧ください。